トレンド福岡、春休みにもおすすめ。今週は楽しく体験しておいしく食べちゃいます。これいました。これですよね、吹きの塔。正解です。はい、いた。筑紫野市で山人クラブが提供する野草散歩とアウトドアクッキングコース。つくしなど春ならではの食材を見つけて、最終的にはお料理します。今日はよろしくお願いします。はい、じゃあ野草を取りに行きましょうかね。はい。制限時間は30分。みこちゃん、どれぐらい見つけて収穫できるかな。箱べです。え、箱べってやつ。めっちゃ綺麗ですよ。これ白いです。そう、赤、よもぎ。これ大きい。あ、大きいです。太い。そして今回収穫できたのはつくしやよもぎなど春の食材7種類。この採れたての食材を使って天ぷらを作っていきます。いきます。おいしそう。めっちゃおいしいです。すごいネギ、玉ねぎ系の香りがすごいして、すごくおいしいです。天ぷら以外にも菜の花のおにぎりや箱辺の入ったシチューなどを開放感のある自然の中で楽しめます。アウトドアクッキングコースの最後にはハンモックでゆっくりしながら一息つけますよ。